さあ今日も生きのいい情報に一直線いくよ、エンタメクロスということでですね、今日もまずはモーニングクロスが応援していますプロ野球福岡ソフトバンクホークスの情報からなんですが、結構追いつかれてきてるんでしょ、日本ハムがすごい、その話をねまさに今からするところなんですよ、昨日はですね、プロ野球試合がなかったんですけれども、週末ですね、その2位日本ハムとの3連戦でした。でこちらをご覧ください。その通りなんです。ソフトバンクからするとですね、1勝2敗で負け越しまして、ゲーム差3まで迫っています。これ一時期10以上ありましたからね、まあ逆を言うと白熱してきてると言ってもいいと思うんですけれども、ということで応援の方よろしくお願いします。お願いします。堀さん珍しいですね、この状況を把握してるっていうのは、いやそのソフトバンクあんなに強いって言ってて、はい、独走マジックがなんて言ってたのに、はいはい、追いつかれてきたっていうところに、そうなんですよ、ちょっとようやく、はい、よしこれは本腰入れて応援しようってなってきました、はいはい、あのね10連勝とかね日本ハムがねしてましたからね。さて、なんでこんなに聞いて一生懸命答えて流すんですか。そろそろ次の話題にした方がいいかなと思いまして、はい、ゴールですよ武さん、はい、はいはい、松山秀樹選手なんですけれども、男子ゴルフツアー全米プロゴルフ選手権、またツイートでいろいろ来るからやめてくださいね。昨日最終日が行われまして。